ちらもう一個と交換です。ありがとうございます。おめでとうございます。当たった。わー、おめでとうございます。もう一個と交換です。ありがとうございます。あー、当たった。わー、もう一個と交換です。おめでとうございます。当たった。タゴのダリルーレロー。つい先日ガリガリ君食べたばっかなんですよ。あ、そうなんですね、だからやたらなんか描写が鮮明だったんですね。とても歯にしみました近く過敏でした。私判明してしまったんですね、はい。どうして判明してしまったかというと、レロッコネーム山口県はよもすえさんからいただいたオープニングをやりました。はい、あー、熱いガリガリ君を無限に食べたいな。今日のオープニングはガリガリ君で当たりが出続ける客と戸惑う店員でお願いします。戸惑ってなかったかも。あ、もっとやばかった。もっと当たればよかった。なんかループする世界の一部になってました。エンドレスガリガリ君。エンドレスガリガリ君。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでラリルーレルが始まったんですけど、今日も生配信で。今日も生配信で。なんかね、すごいみんななんか疑ってるというか、そうなんですよみたいな。そうだ、前回の生配信が序盤でコメントを拾って早急にもう生配信だって分かってもらうって構成だったんですよ。絶対だってリアルにコメント拾ってたから、何を疑う余地があるんですかっていう感じだった。そう、家で見返したら最後までみんな疑ってて、私帰りの電車でね、あのタイムシフトしてたわけよ。ついさっきまでやってた放送タイムシフトしてたんだけど、なんかみんなずっと疑ってて、そう、なんかツイッターを見ても最後まで収録か生配信か分からなかったって言ってて、あんなに生だったのに、あんなに生だったのに、時事ネタも含みつつ生メールも読んだのに、でも私たちが生っぽいって喜んでるのも全部なんか私らしく聞こえてる。でもこれもそれもなんかあのディレクターさんがうまかったから、そうディレクターさんのせいなんですよこれ。ディレクターさんのせいで、うますぎたせいで、うますぎたせいで、うますぎたせいでとかも、そう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 、なんか取っ手出しっぽく見えてしまって、有能すぎるが、有能すぎるがゆえに、そうなんですよ。これちょっとデメリット。生だってことが伝わらない、伝わらないという、もうちょっと下手くそにやっていただかないと、こういう悲しい事件が起きるんですよ。でもそんなね、生配信のねメールも来ているということで読みますか、はい。レロッコネームゾッコさんからです。ありがとうございます。ルーちゃん、ラリちゃん、スタッフの皆さん、ラリルーはラリルーは100回記念生配信お疲れ様でした。ありがとうございます。レロッコたちがシュレディンガーの生配信かのように最後まで生放送なのか実は収録なのかと疑心暗鬼になりながら見守る様子は実にラリルレロ100回にふさわしい生配信でしたね。生放送という限られた時間の中で声優のナイトプールもちゃんと結果が出て、さすがは検証番組を100回もやってきた方々だと感服しました。ちゃんとちゃんと結果が出てね、選ばれなかった方の検証も入念にリハーサルをされたということで、いつか見てみたいです。改めて楽しい生放送ありがとうございました。スタッフさんたちも夜遅くまでお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。そうなんですよ、もう一個の、もう一個のやつね、見れますよ。そうなんですよ。見れますよ。今日撮りましたから。そう、今日撮ったんですよ。そう、今日と今日撮ったんですよ。私たちは言ったんですよ、この企画撮っちゃったら、撮っちゃったらもっとそう2パターン撮ってたら深まりますよって、深まりますよって言ったんですけど、私たちは言いましたけど、まあ撮ったということで、撮りました。一応今世の中に存在はしてます。いつ出るかはわからないけど撮りました。見れますよ、ゾッコさん。はい、疑惑が深まるけど。ありがとうございます。シュレディンガーの生放送いいですね。ねでは続きまして。では、続きますね。はい。レロッコネームサムさんからいただきました。ありがとうございます。ダニちゃん、ルーちゃん、ラリルーはー。ラリルーはー。遅らす、遅ればせながら100回放送おめでとうございます。ありがとうございます。ますさて、私は第100回放送をハムスターの世話をしながら見ていたのですが、お二人が流れるプールの渋滞検証をされている時、ハムスターが急にゲージをキュイキュイ引っかきながらこちらに訴えかけてきました。訴えかけてきた。おそらく回し車でも渋滞が起きるのか検証してほしいと言っていたので、
飼い主である私がハムスターの代わりにメールを送らせていただきました。うちのハムスターのためにもどうかお二人の力を貸してくださいということで、ハムスターの写真も一緒に。かわいい、かわいい、ハムスター小肌さんらしいですよ。小肌さん、小肌さん、かわいいですね。まあ、ハムスターにも伝わってたんだ。チュルチュルにしたいですね。もうチュルチュルにしたいですね。撫で回して、撫で回してチュルチュルにしたいけど、ハムスターの頼みとあらばね。作家さんどうですか。回し車で、回し車を作るところから、ダンボールの大きいな、うん、大きい輪っかを作って、うん、どうすればいいですかね。どうすればいいかはちょっと分かんないけれども、でもたまにハム同士でも怒ってますよね。ね、確かに2人でなんか入ったりとかしてるの見たことある、うん、あれって渋滞起きてるんですかね、うんうん、あれは渋滞なのかな。でも2人で一緒の車間距離は多分保てているような気はす る,、うん、するけどね。や、うん、やるべきですね。じゃあね、これはやるべきですね。ハムちゃんのためにも、やり方はもう作家さんに全任せなんですけど、そうですね、どうするかはもうお任せします、うん、あらゆるところの渋滞を検証したいですね。ハムちゃんの小肌さんが、小肌さんのために、小肌さんのために一肌お願いします。お願いします。渋滞検証、なんかみんな大好きなんですね。ね、大好きなんだね。なんか50何%だっけ、60%か。あの時私たちがパーセンテージを言わなかったせいで、それはね、生配信感が薄れてしまった。なんで言わなかったんでしょうね。確かにね。なんか結果がわーに なっちゃって、ね、それだけになっちゃって、ね、次の準備のことしか考えられなくて、時間ねえぞみたいな。確かに。言えばよかったですね。言えばよかった、ね。ということで、お楽しみ。いつか見れますね。いつか見れると思います。ということで、今日から101回、はい、新たなフェーズに突入します。はい、はい、200回目指して頑張りましょうね、はい、それじゃあ今回もサクサクっと始めちゃいましょう。本編どうぞ。はい、ということで、第101回なんですけれど、100回目があまりにもせわしなく過ぎていき、うん、そうなんですよね、皆さんからの100回おめでとうメールがとんでもなく来てるんですけれど、はい、あんま読めなかったんで、ちょっと読んでいきたいなと思います。ここでね、います。はい、レロッコネーム七色さんからです。ありがとうございます。ルーさん、ダリちゃん、ダリルーは、ダリルーは第100回放送おめでとうございます。ありがとうございます。私にもハッピーな出来事がありました。以前にイレロのコーナーで席を入れたものですが、うん、先日第一子女の子が生まれました。おきゃー、おきゃー、おめでとうございます。生まれた日の夜がちょうど前回の放送日で、ブーブーで遊ぶお二人を見て、娘にもこんな時期が来るのかなと、面白いはずなのになぜか感傷に浸りながら涙を流しておりました。次はブーブーで遊ぶ姿をお知らせしたいので、100回と言わず200、300と続くよう家族で応援しております、ということで、お写真も多分人生で一番尊い瞬間の写真が添付されてる。見せていただいて、そう、嬉しい。私たちだけが見るこのね、お母さんと生まれたてのおぎゃーの子を抱いて、これきっと胎教でラリルーレル見せてますよね。時期的にそうだよね。こんなに教育にいいないですよ。ブーブーを見てたんだよね。多分ブーブーも、うん、生まれて一番最初に見た番組がもしかしたらラリルーレロだった可能性もある。そうね、そうね、そう、ラリルーレロでブーブーを知るかもしれない。ブーブーを送らなきゃ。送りますか。送らなきゃ。お下がり周りの人からのお下がりでね、大きくなるってありますから ね。いや、ちょっと幸せな出来事を100回でも嬉しいので、うん、さらにねこうやって喜ばせていただいて、いや200、300行きたいです ね。そしたらもうブーブーで遊ぶでしょう。でも結構呼びたいかもしれない。200回目にはもうブーブーなんてもういらないぐらい成長してるんじゃない。だって3歳、100回で3年ですもんね。4年ぐらいほぼ、うん、ってことは次4歳か、うん、4歳はまだブーブーしてるんじゃないですか。ブーブーしてるか、まだブーブーしてるか、うん、そっかそっか。じゃあもう呼びましょう。呼びましょう。ゲストに。ゲストに。かつてブーブーを見ていた子です。ババン、こんなに大きくなりました。生き証人ですもん。そうね。ラリルーレロの。確かに。お呼びします。はい。では続いて、レロッコネーム、はい、自宅警備会の黒ひょうさんからいただきました。ありがとうございます。ラリさん、ルーさん、そしてスタッフの皆様、番組100回おめでとうございます。ありがとうございます。いつもよくわからない企画とそれを一生懸命されるお二人、そしてレロッコたちのくれよ、いや、よくわからないジャンルからのふーん
エチエチじゃんあ、ふーんエッチじゃんのコメントにいつも笑いと元気をもらっています。これからも数多くある声優番組で独自の光で輝くこの番組のますますの発展とご活躍を楽しみにしております。ありがとうございま す。これ私たちも分かんないもんね。そうなんですよ、全く分からないタイミングでクレヨはまあ確かに、まあ、中学生がありますからね。クレヨしてる人いますもんね。クレヨしてる人いるから、まあ、それは分からんでもないんだけどさ、いやエッチはエッチは全然分からない。多分この番組ってすごいもう全然エッチじゃないじゃないですか。まずデフォとして、だからちょっとでも自分にとってエッチと判断できるものがあったら、その砂漠にスポイトで一滴水を出すような、そう、その水を飲んで、あ、ここはオアシスだって言ってるみたいなもんで、だいぶ飢えてないみんな。そう、めっちゃ飢えてるんですよ。みんな飢えてるじゃん。だって明らかにおかしいところでエッチすぎるって。私立っただけでエチエチじゃんって言われたよ。わあ、なんで砂漠なの、スポイトの水で。なんで立っただけでエチエチなのかわからない。ここが砂漠だからです。皆さん、そういうことか。もう、でも原始炉でもさ、最初の頃はさ、なんかおっぱいノルマを達成しなきゃいけないみたいな。当初なんかあの時はエッチでしたよね。あの時は確かにおっぱいを出してたから、うん、おっぱいを出してたあの時は確かにおっぱい出してたおっぱい出してましたっけ要素を要素を出してたから、まあ、確かにそれはあの時はかなりエッチな番組でしたけど、うん、今となってはね、もう健全な検証番組で、そうですよ、何もエッチなところもないですから確かに番組からは何も強制されてない。私たちが勝手にノルマとしておっぱいノルマをやってたの、やってた。もう全然ノルマ守ってないね。確かにジャージ上脱いだだけで、そうジャージ上脱いだだけでね。確かに。じゃあもうそれは竹田愛沙多分もうそれはエッチだと思ってるんでしょ。それはちょっとエッチだそれはだからもう私は二度ともう脱がない。あれはもう私は深夜のなんかローション相撲の番組だと思ってたよ。思ってます。出たよ、またまた出たよ。あの会話はもうエッチでした。あれはエッチだ、あれは認める。全然22時半に流していい内容じゃなかったですあの日は。もっと20子供見てるんだよ。あ、そっか。もっとこれからはやめましょう。やめましょう、やめましょう。これまだ健全な、健全な、うん、みんな子供も見てるっていうのを踏まえてコメントしてください、ね、そうですよ、ちゃんと子供に見せても恥ずかしくないコメントお願いします。お願いしますよ。あなたが見てるオアシスは枯れてるのです。幻覚です。スポイトの水を求めないで。そうないからそれもない、ないよ、求めないでください。はい、ということでもう一ついけるかな。レロッコネームカズさんからです。ありがとうございます。ラリちゃん、ルーちゃん、ラリルーはラリルーも、この度は第100回という記念すべき回を迎えられたことを喜ばしく思います。お、初回から視聴していた初見としてはとても感慨深いものです。思えば100回か、100回もこんな企画をやってきたのはひとえにすごいと思います知らない人にも布教したところ、わけがわからないが癖になるとの好評もいただき、今では狂気を摂取しないと今週も乗り切れないなというところにまで成長しました。思うツボです。しめしめ。この番組は他に替えが効かない中毒性の高い番組だと思っているので、200回、300回とずっと続いてくれることを願っています。わあ、ありがとうございます。こうやって布教していただいて ね、なんかでもラリルレロリスナーってみんな布教してくれますよね。布教してくれる、ね、うん、他のなんかみやみさんの番組でもなんかラリルレロ送りだみたいななんか、うん、でね、この番組でも私たちの番組を出してくれるそれってなんか褒められてるの褒められてる送りだみたいな。他の番組でもなんかここに出してほしいみたいなの、そう、預かるみたいな扱い、そう、認められてる番組だっていうことですよね。そうです、確立してるのです、うん、そうそうそう。だって他にこういう番組がないっていうのはもう本当にその通りな、本当にその通りないですよね。ね、私は多分このスタッフさんとルーさん以外とではこの私になれない、うん、ここにいる私と外の私違いますね。違うもんね。違いますね。偽物と本物って検証するだけのことあるぐらい違うもんね、うん、よそとここの私たち、ね、ルーさんは特になんかよそだと私清楚で売ってるんで、うん、清楚で売られてるので、もうルルさんがね困惑するほどなのでね、これはもう化学反応、化学反応ですね、はい、ジャージと化学反応、ジャージと化学反応、ジャージ着た瞬間人格が変わるの、ね、変わっちゃうねありがとうございます。ありがとうございます。いついきますか。では続きまして、レロッコネーム村育ちの人手さんからいただきました。ありがとうございます。マリさん、ルーさん、ラリルーはラリルーは
番組100回おめでとうございます。ありがとうございます。まだまだ新参者の私ですが、うん、基番組からは様々な学びをいただきました。ほうほうほう、基番組、基番組、なんとおオン番組、オン番組としてはオン番組、ね、へい番組これまでの数々の検証結果はもちろん、その検証方法からは物事に対する多角的かつ柔軟な考え方の重要性を、そして我々の疑問を解消すべくひたむきに検証に挑むお二人の姿には、とりあえずやってみること、とりあえずやってみることの大切さを教えていただきました。毎回楽しい時間をありがとうございます。今後とも笑顔と疑問符であふれるラリルーレロが、末永く続くことを切に願っております。もうすごいいいメールだと思うんですけど、私たちの中では結構ちゃんと答えが出てるのに、コメントではハテナなことって結構ありますよね。なんかそれこそ前回の生配信の時にナイトプールでの検証を私たちが、確かにあれは結果が出たのに、ちゃんと答えを2回ぐらい説明したのに、みんな分かってなかった。コメントがすごいハテナばっかりで、こんなに真面目に発信してるのに。それはそう。でも私たちも最後までわからないままやってる検証もあるじゃない。ありますね、今日とか結構そうでした。そうだ今日やったやつとかは確かに最後までわからないから、半分ぐらいは分かってないかも。やっぱ笑顔と疑問符はレロッコも私たちもそうに抱えてる、ね、だってなんなら作家さんとかもなんか最近開き直ってきて、その台本を見ながらじゃあ今から詰めますかってリハの直前になんかルールを詰め出してる、誰も分かってないんですよ。それが楽しいんだもんねそれが楽しいんだもんね。楽しいんだもんね。ね、ハテナになりながら見る見る。でもとりあえずやってみるは確かに、なんか分かってなくてもまあやっていくうちになんか分かるかもしれないからって。確かにこの番組のリハ中一番言ってる言葉かも、とりあえず、とりあえずやってみますかっていうよく言うね。よくやって分かんないまま終わるっていう、それを100回もやってるんだね。このメンタルはもう見習ってほしい。そうですね、皆さんもとりあえずやってみる。とりあえず人生において大事なことだと思う。そうですよね、とりあえずやってみる。そう、やっぱ教育番組だな。いやこれいい。だってもうちっちゃい子はもうこの番組を見たら失敗なんて怖くないですよ。そうよ、とりあえずやってみようっていう気になるもんね。だって生配信だって失敗がある種放送事故みたいな内容でしたけど、そうね、結果がだって検証結果、検証できなかったもんね。ちゃんと、ちゃんとはできなかった、だってリハできたのかな。リハもっと やってよみたいなコメントあった気がする。そう、リハバチバチにやったんですけどね。でも何も怖くないわけです。何も怖くないよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ、みんな。失敗なんてないんだよ。ということで、あ、以上たくさんね、100回へのおめでとうメール、ありがとうございました。すべて身を通させていただきます。はい。これからもラリルーレロよろしくお願いします。せーの、憧れだろー。募集していたメールテーマです、はい、皆さんから憧れた話を募集していました、はい、ご紹介していきます。レロッコネームロシアンカボチャさんからです。ありがとうございます。ダリちゃん、ルーちゃん、ダリルーはダリルーは憧れのエピソードですが、はい、車ですかね。おー、若い頃にショールームに行ってこれ良さそうだなと思ってカタログをもらって眺めていた車があります、うん、時がだいぶ経ち家の車を買えるタイミングで比較的お求めやすい中古車があったので、その車が家にやってくることになりました。あらららららら。それからもうすぐ8年。かなり古くなってしまいましたが、とても気に入って乗っていますよ。すごい、素晴らしい、素晴らしい。え、車って8年、すごくないですか。車8年ってすごいですよね。あ、普通ですか。大事にしてたらある。なんか4年とかでなんか買える、うん、イメージは、うん、だいたい5年。そうなんだ。私は免許持ってないから車に乗れるというだけで憧れますよ。あ、取ってください、免許。いや、そしたら渋滞検証の、あ、なぜ渋滞するのかっていうのがより深く自分に落とし込めるよ。でも私が車に乗ったらこの世界人口を1人か2人が減らす自信があって、平和のためにもう乗ってないんです。これはもう皆さんのために乗ってないです。これはそれだったら、そう、自分のことだけ考えたら私は免許取れるんです。そうね皆さんのために取らないでいるということなんです、これは。でも私もマイカー欲しいな。あ、
乗れるか、マイカー欲しいよ。憧れの車とかあるんですか？いや、車のことは分かんないんだけど、うそ、いつも、まあ、車の顔でなんかいいなとかって思うから。車顔ありますよね、うん、顔でね、一目惚れしたのがあれば、うん、かわいい顔の買うかもしれないね。でもかっこいい系の、そのなんかゾンビパンデミックが起こっても、うん、生き残れそうな車なのかなんかラパンみたいな、あ、かわいいやつなのか、どっち系統がいい？でもラパンみたいなちっちゃいやつとかだったら、なんか路地に逃げれやすい。あ、確かに。うん、軽いですもんね。うん、でかい車はもう止まったら終わりですから。わーって上に乗られてなんか、うん、終わりだから、うん、ラパンの方がいいかもしれない。ラパンの方がいいかもしれない。うん、有事の際はね。そうですね。はい、ということで続きまして、レロッコネーム、はい、ラビオレさんからいただきました。ありがとうございます。ナニちゃん、ルーちゃん、ラリルーはラリルーは、私はハンサムなおじさまに憧れます。年を重ねた渋さがありつつ、若々しさも感じられて、おしゃれで気品があり、茶目気もある、髭が似合うのもいいですね。髭は、うん、俳優の竹野内豊さんみたいなおじさまになりたいものです。うわー、確かに竹野内豊さんのヒゲはあり、うん、あ、そのヒゲはあり。ヒゲなし派のルーさんもあれはあり。結局イケオジだったらいいという。いや、竹野内豊さんならあり、うん、いやでもこうやって目指す人がいてくれれば、20年30年後には一人仕上がってるわけですから、うん、目指してれば、ね、これ素晴らしい、うん、素晴らしい。目指してください、うん、ラビオレさん。あ、憧れ。いつか20年後30年後イベントやった時にイケオジに、はっ、ラビオレさんが パイプ系のなんかタバコを吸ってそれで現れるの？現れる。禁煙です。あー、そっか、館内禁煙です。ラリルイル。でもそういうおじさんがイベントにいたらもう、ね、確かに、あーってなりますね。もうなんかイケオジの人がラリルイルを見てるってギャップもなんかいい、ね、確かに、この人ラリルイル見てるんだっていうなっちゃうね、うん、あ、それだけで好きになってしまうかもしれない。私も美魔女に憧れてます。憧れの人はいるの？え、なんか田中みなみさん。美魔女。美魔女。まだ美魔女。美魔女ね。美魔女。いい。なんか田中みなみさんの未来。未来。未来に憧れてます。まだ。うんうんうん。美魔女ってどれぐらいからなんだろう。でもなんか。なんだろうな。もう年だからって言わない人。もう年も全部受け入れて、うん、なんかそれこそもなんかね、素敵なことを、そう、全てが、うんうんうん、なんかいつまでも可愛らしい少女のような、うんうんうん、それはめちゃくちゃ素敵、うん、あ、日高のり子さんとレギュラー一緒だったことがあるんですけど、もう本当に可愛らしくて、私はもうメロメロになってしまって、と井上貴子さんも一緒だったんですよ。あ、いや、もう素敵なお二人、うん、なんというこの素敵なお二人すぎる、私はこういう人になるんだと、うん、その時私は思いました。私、大黒摩季さんもめちゃくちゃ素敵だなと思って、はい、あの兄様をちょっと見させていただいた時にステージに立ってて、はい、なんてかっこいいんだ、うん、なんかもうその人の人生そのものをなんかもう歌で歌ってますっていう、なんかもうかっけーってなったな。憧れますよね。憧れる。年齢をも武器にする、うん、素敵。そういう女性になりたいね。私たちおばあちゃんになるまでラリルレド続けたいって言ってますからね。それは続けたい、うん、それも憧れ。今日は腰痛の改善について検証します。この間のシップはあまり聞きませんでした。シップの検証、シップの検証、シップの検証なの。ちゃんとした内容になってる。それはメーカーさんとなんか確かに組んでるよ。ステマだろうとか言われちゃうかもしれない。組んでる。このメーカーのが最高ですじゃん。ちょっといいです。スポンサーが増えるかもしれないです。目指しましょう。渋滞検証、はいはい、渋滞検証。はい、ということで皆さんありがとうございました。 ということで次回のメールテーマは読まれろです。は、難しいぞ。読まれろです。私たちに読まれるようなメール、そういうことです。なんかメール的にどうとかは関係ない。特にテーマはないけど、私たちに読まれたら勝ち。そう、私かルーさんに刺さるメールであればいいんです。そう、これ例題を1個出します。はい、今日武田大佐たこにとても刺さったメールですね。今日一番刺さったメールになったら、はい、どうぞ紹介してください。レロッコネーム、山口県はよもすえさんからです。ありがとうございます。三流川柳のコーナー。カーテン、猫飛びついた、ギャー、膝かゆい、あーもう、あーもう、架空請求業者 VS ポメラニアン、
いやいやいやまず三流川柳のコーナーなんてありません。いや刺さりまくりです。いやあのねこれは武田来世田子には刺さったらしいんですけど私には刺さらなかった。こういう違いがあるんですよ。これがこの読まれるのコーナー以外で読まれることはない。ないそうでも読まれるなら読む。私には刺さっている。普通に読んだ普通歌とかは刺さるとかじゃなくてなんか、うん、なんか話題のきっかけになるとか、そうそう喋りやすいとかね、うん、そうそうそう、メールが上手いとか、もちろん刺さったメールも中には含まれてるかもしれないですけど、うん、ここの次の読まれろでは刺さったメールしか読みません。そう私たちの好みがわかります。そう、もう全然関係ないです。もうメールが成立してるかどうかは刺さったら読みます。あのこう刺さるメールがなかったらもう読まないです。もう正直にいきましょう。これは刺さるメールなかったっていう、うん、いやこれいいな。架空請求業者 VS ポメラニアンですよ。一見無秩序な2つの関係がもううまいことマッチしてる。川柳ってなんか五七五とかなんかそんなんないのかっていう、そうルール無用のこの感じもいいんですよ。ルール無用の割にこの柔らかい猫ちゃんとか膝かゆいああもうああもうってこの柔らかさと硬さのバランスが絶妙ですよ。このメールは私は刺さらなかったんですけど、この違いです。ルーさんの好みは果たしてどうなのかも、ね、刺されたメール刺さった読まれたらもう勝ちです。そう読まれたら勝ち。どっちに刺さってもいい、どっちに刺さってもいい、どっちかを狙って狙いに行ってもいい。そうですね、どっちか狙いに行ってもいいし、両方ね、わーって2人が刺さるものがあるかもしれないし、うんうん、作家さんを狙いに行ってもいいし、確かに作家さんが刺さったらまた刺さる、これ絶対読んでくれって作家さんが言ったらもう読まざるを得ないから、そう作家さん狙いでもいいです、うん、お願いします。メールはでもメールの中に誰々に刺さると思って書きましたみたいな、もしあったらそれもなんか書いてくれると確かに分かりやすいかもしれない、うん、分かりやすいかもしれない、うん、あんまりにも刺さらなかったら晒すかもしれない。そうね、これはないわ。これは全然刺さらなかったです。みんな満場一致、スタッフさんも私たちも刺さらなかった、うん、誰にも刺さらなかったメールがこちらって言ってかもしれない、晒す可能性もあります。違う人に刺さるかもしれない。あ、違う人に刺さるか、この番組を見てる他の誰かに刺さるかも、うん、確かに他のスタッフ、他のスタッフに、うん、作家に刺さる、あ、確かに、確かに私宛てだったのに作家さんとかルーさんに刺さるかもしれない、うん、これちょっと楽しみになってきた。ね、難しいぞ、高い子も難しいぞ。楽しみにしてます。メールは番組の公式ツイッターにリンクがあるメールフォームから送ってくださいね。以上、憧れろでした。はい。この番組ではいろいろな企画に挑戦していきますので、こんなこともやってほしいというものがあればメールで教えてください。メールは番組の公式ツイッターにメールがあるリンクフォームから送ってくださいね。公式ツイッターのアカウントはラリ2人が昨年の明治アンダーバーエロです。晴れて明治大学に入学してもう少しで1年となりますが、大学生活には慣れましたでしょうか。皆さんからのメッセージも読んでいきたいと思いますので、赤と青のジャージ姿で大学校内を歩き講義を受ける二人の姿はとても印象的です。ぜひ映画で卒業まで頑張ってください。そしてこれからもラリルーレルに進化した明治郎を可愛がってあげてください。当館は新たなフェーズに突入したラリルーレルを今後も全力応援したいと思います。ありがとうございます。ということで今回の配信は以上なんですけれど、言い残したことはありますか。待って、一通しか読めなかった。ゆっくり読みすぎた。いろいろね、全部読みました。全部読みました。目を通させていただきまして、うん、はい、私たちのハートには刺さっております。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです、はい、言い残したことはないですね。ないですね。101回、102回目。あ、武田来世田子の誕生日会って次回やりますか。サプライズも何もない。近い。だってそう、近いじゃないですか。で放送が19日で、で次撮っちゃうとなんかもう武田来世田子の誕生日超えちゃうんですよ。どうしますか、後にやるか前にやるか。近いのは後、近いのは後だったかな。次回が19日なんで、うん、近いのは、近いのは後かな。後か、ね、今ここで打ち合わせする。やばー、すごー、そうなんだ。そうですね、19日にやったら次がもう10月の3日とかになっちゃうんじゃないですか、うん、あーなるほど、近いのは3日だけれどって感じですかね、うん、そう、どうしますか。いや、近い方にしますか。近い方とは自治会、自治会、自治会、自治会だね。じゃあ過ぎちゃうけど自治会に、じゃあ
いや今年は誕生日会どうなるんだろうな。次回だよ。サプライズを次回だよ。サプライズを許さない姿勢いいですね。まだ来週は間に合いますね、はい、来週は間に合います。いろいろと、はい、はい、この番組は各週月曜日更新です。ということで次回の配信は9月19日月曜日の22時30分からです。というわけでお相手はガリガリガリルーティンと